翡翠夫婦の翡翠レシピ。今回はこの上ないシンプルで超簡単、ひんやりこんにゃくを作ります。お弁当のおかずやおつまみに最適な保存食です。ぜひ最後までご覧くださいね。簡単に言うと、きんぴらのこんにゃくパンです。美味しく仕上げるポイントは3つあります。1つ目はコップを使って切り分ける。2つ目はボイルして臭みとアク抜き。3つ目はしっかり炒めて短時間で煮る。以上の3つです。低カロリーでダイエットにも良い瓶料理ですよ。唐辛子2本分をキッチンバサミを使って輪切り唐辛子にします。黄色い種が辛みの元となるので除去しましょう。もちろん市販の輪切り唐辛子でも OK です。当チャンネルはプロの料理人が一品一品を丁寧に解説する動画です。料理の下ごしらえやコツを学ぶことができます。ぜひチャンネル登録して日々の料理にご活用くださいね。今回は楽しい図工の時間ですね。黄色い種をしっかりと除いておきましょう。ポイント1つ目はコップを使って切り分けるでしたね。こんにゃく2枚はコップを使って切り分けていきます。わあ楽しい。今回は図工の回だ。こんにゃくはコップを使って切り分けることで断面積が広くなり、味が染み込みやすくなります。スプーンを使用するのも OK ですが、今回はコップを使う楽しみを知ってもらおうと採用しました。図工の時間でもあり、おぐら叩きゲームみたいな感じです。さあ火入れしていきましょう。鍋にお湯を沸かします。ポイント2つ目はボイルして臭みとアク抜きでしたね。沸騰したところにこんにゃくを入れて中火で3分ボイルします。ボイルすることでこんにゃく由来のえぐみと製造過程で使われる凝固剤の臭みが取れます。またアク抜きにもなり、適度に水分が抜けてプリッとした食感に。味も染みやすくなりますよ。3分経ちました。ざるにとっておきましょう。フライパンを火にかけてごま油を大さじ1注ぎます。ポイント3つ目はしっかり炒めて短時間で煮るでしたね。こんにゃくを3分ほど弱火でしっかり炒めていきます。炒めることでさらに水分と臭みが抜けていきますよ。雷こんにゃくの名前の由来は、炒めるときに雷が鳴るような激しい音がするからなんとか。この音かな、聞いてみてください。このバチバチ音ですね、多分。唐辛子を加えてさっと炒めたら、調味料を加えます。漂白糖大さじ2、みりんを大さじ2、濃口醤油を大さじ5、水を 100ml 加え、中火にして短時間で煮詰めていきます。今回の決め手がこれ、鰹節 5g 加えます。こちらの鰹節は YouTube で交流のある犬と歩く京都様からいただきました。ママさん、美味しい鰹節をありがとうございます。概要欄に犬と歩く京都様のリンクを貼っています。ワンコの福ちゃんに癒されるチャンネルです。ぜひご覧くださいね。煮汁の量がこれくらいになったら OK。 火を止めて盛り付けです。ここまでご覧いただきありがとうございます。ご感想などコメント欄にいただけると嬉しいです。ためになった、今後も動画を見ていきたいと思われた方、高評価ボタン、チャンネル登録をぜひお願いしますね。雷こんにゃく完成です。
賛ダイエット中につきちょうどいい一品、いただきます。簡単でシンプルですが立派な保存食です。噛めば噛むほどプルッとしたこんにゃくの食感が面白く、しっかり甘辛で味が染みています。時間を置くともっと味染みになっていきますよ。お弁当のおかずやおつまみにぜひ。保存期間は冷蔵庫で10日ほどです。雷こんにゃく全部で261円、1人前44円でした。